なんかこういう感じって久しぶりだな <laughs> いや何がってお前とこうやって出かけるのとか久しぶりだなって思ってさ <laughs> なんかごめんな俺がいろいろと仕事入ったりして <laughs> お前に全然構ってやれなかったわ なんか、兄として失格だな、ほんとに。え舞台に立ってるときの俺が一番楽しそうに見えるから、この先も私には構わないで仕事に集中してほしい <laughs> いやいや、そんなこと、 俺ができるとでもお思いですか <laughs> だろ俺は仕事もすごい大切だけど妹であるお前のことも仕事と同じように大切に思ってるのほらそう言ったらそうやって笑顔になってくれる <laughs> そういうかわいいところが大切に思えるのさてと最初はどこ行きたいリクエストとかあるんだったら俺は要望に答えますがん本屋行きたいの うああうん別に俺は大丈夫だけど何か買うのえ俺の特集が載ってる雑誌えいや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 あそういうのは本人がいる前で堂々と買うっていうのはやめような。 あなんでってだってその恥ずかしいからさううるさい俺だって普通に出れるんだよ、うん、でもまあ お前が買いに行きたいって言うんだったら別についていくけどさ。一応、これだけは絶対に約束してくれよ。俺の前では絶対にそのページを読まないこと。いいな。